はい、皆さんこんばんは。またオレンジフェリー愛媛に乗ってます。今日は広めのお部屋で、こちらですね、シングルバリアフリーです。広い、とっても広いです。車椅子が対応できます。で、この間乗った時に枕が柔らかかったので、この毎度おなじみダイソーで売っているクッションで、もう一つ予備としてこの枕、エア枕ですね、エア枕を持ってきました。はい、今日は、土曜日なので乗船が19時30分からです。ただいまの時刻が20時19分ですね。はい、でこんな広いお部屋になっております。鍵はかからないです。身体障害者割引ももちろん適用になります。はい、ではちょっとお部屋の紹介が済んだので、よいしょ、こうなって一番手前のお部屋です。スライド式のお部屋になってます。はい、スライド式です。これは車椅子などが使えます。こちらの方は、デラックスシングルのバリアフリーでございます。こちらの方は、適用にはなりません。で、こちらの方は、お手洗いだと思います。はい、もちろん婦人用のトイレも近いです。結構こうして、オレンジフェリー愛媛の方は充実しております。いつもゼロ泊なんですが、今回は泊まります。はい、こちら船内ですね。まだこれ大阪港に停泊しております。はい、大阪マラソン、写真コンテストですね。はい、こうした船内案内も充実してます。係の方が随所に立っておられます。こうしてみると、前も撮ったんですけど、ホテルのロビーみたいです。で、わからないことがあればあちらの案内所で聞いてください。こちらの方はステンドガラスです。とても綺麗です。随所に係員の方が案内しております。とレストランですね。お盆を取り、カウンター料理を取っていく、または、掲示板メニューを注文する。はい、こちらですね、愛媛の宇和島飯です。はい、
フレンチフェリーのレストランでございます。はい、いろいろお酒なんかも充実しております。はい、定食から一品までリーズナブルな価格で販売しております。レジにて注文および精算です。持ち帰るということはできません。はい、持ち帰りはできません。こういうふうにして、今日は少ないですね。なぜかいつも混んでるんですけどね、めちゃくちゃ混んでるんですけど、今日は少ないですね。22時30分までで、アルコールの販売も、22時30分までです。で、朝は5時30分から7時まで、はい、営業しております。うん、なかなかおしゃれ。これビールサーバーですね。1510番のお待ちのお客様、お待たせいたしました。こちら坊ちゃんで有名な松山でございます。ようこそ松山へって、とべ動物園も来よってやって、ピース誕生日やでって、愛媛さん物語、そしてフロアのご案内というのもあります。もちろん、防犯ビデオ付きの、エレベーターでございますね。はい、最上階、今4階なんですけども、最上は5階です。で、5階に上がりますと、デッキの方に出られます。ちょっと今の時期は寒いので、上着を、羽織って一度船内へもし出られてみてください。いろいろありますね。瀬戸大橋なんかを通りますね。今原、鍋焼きうどんがあるんですね。八幡港ですね。いいよですね。今原しまなみ海道、こうして見ると広島も近いんですね。はい、尾道をずっとフェリーでも渡れます。はい、九死オレンジフェリー、はい、八幡港から、これ白臼港っていうんですかね、九州の方で、も運航しております。はい、はい、こちらは大阪でございますね。西宮、堺、神戸、宝塚、笠方面はね、有馬温泉が有名です。はい、私は道後温泉が好きです。こうしたおしゃれなラップも。
ります。いろいろ案内をしていただけます。もちろんお風呂もあります。オレンジ大阪っていうのは12月、6日からスタートします。はい、新運賃も、スタートということで楽しみでございます。窓口でクレジットカードが決済できますということで、今まで、まあ、現金払いのみだったんですが、クレジットカードでの決済も可能となりました。でこちらは Wi-Fi ですね。はい、フリー Wi-Fi ですね。以上となります。私が泊まっているのが S41-09 ですね。ここですね、ここに泊まっております。はい、ロイヤルスイートデラックスシングル、スイートとデラックスシングルはバリアフリーを対応しております。シングルでも、バリアフリーを対応しております。はい、ぜひご利用ください。以上です。ピース、あいにくって待っとってや。ひめちゃん、とわちゃん、りかちゃん、かんたろうくん、バリー、また行くで。待っちょってや。つっついたるかいうのもな、見に行くさかい待っとってよ。つづかんといてや。以上です。